はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、食べ物で紫外線対策ができるというのは素晴らしいお話でございます。でその食べ物というのはですね、スーパーやコンビニでもね、手軽に買うことができる、まあ、皆さんに馴染みのある食べ物です。まあ、それをね、厳選した7種類の成分と効果をお話ししますね、今日はね。で具体的な商品っていうのはですね、まあ、説明が終わった後にですね、お話ししますのでね、ぜひ最後までご覧ください。自粛生活から目覚めた皆さんはですね、まあ、目覚めたってないねって感じなんですけども、まあ、これからね、仕事やね、学校でね、その街へ繰り出すことでしょうけどもね、まあ、僕はまだまだ自粛生活は続行中でございます。皆さんはね、2ヶ月もの自粛生活を余儀なくされてですね、気がつけばもうあと何日かで6月ですよね。まあ、その2ヶ月間でね、環境はね、ガラリと変わってしまったわけですよ。でそんなガラリと変わってしまったことによってですね、猛威を振るってくるのがね、紫外線なんです。ところで皆さん、その把握してるかしてないかは知りませんけどもね、その紫外線によって起こるのって日焼けですよね。日焼けって火傷なんですよ。日焼けしすぎたら水ぶくれになって体がめくれてひどい状態になったらね、ただれるんですよ。まあね、怖いことを言いますけどもね、状態が悪かったらほんまに入院とかせなあかんぐらいになりますからね。まあ、ちょっとね、怖い表現になりましたけども、まあそのさらって言いますと、それってお肌がね、酸化してるわけなんですよ。でもその以前の動画でね、その自粛が明けたらね、紫外線がきつくなってくるのでね、外に出るときはね、お肌にはね、日焼け止めクリームをね、塗ってね、髪の毛にはスプレータイプを塗ってくださいとね、お話ししましたけどもね、まあ、そんな中でもね、日焼け止めクリームはですね、サクラン型をおすすめしております。サクラン型の、ね、日焼け止めクリームはね、その紫外線が肌にこう降り注いできてもね、その日焼け止めクリームが紫外線をサクランしてくれるんですよ。ターン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 ってね。それに比べて吸収型の日焼け止めクリームっていうのはですね、そのクリームの中にね、紫外線がとどまってしまいます。でとどまってしまうことによってね、その敏感肌の人はね、まあ、特になんですけども、まあ、肌荒れをする人もね、中にはね、おられます。でサクラン型の日焼け止めクリームはね、そんな肌荒れを防止できますので、まあ、吸収型タイプよりもサクラン型の日焼け止めクリームの方がね、より安全ですとね、お伝えしました。まあ、ちょっとテンション上がってきたんで、ね、もうちょっとだけ喋りますけども、その吸収型タイプでもね、同じ日焼け止めクリームなのにね、なぜ敏感肌の人がね、肌荒れをしてしまうのかと言いますとですね、まあ、人間の肌はね、もともと皮膚にはですね、表皮、真皮、皮下組織というね、まあ、それぞれ体を守るバリア機能になるものがありますので、まあ、例えばなんですけどもね、その化粧水やね、その美容液、美容クリームがね、めっちゃ浸透してしまうとかはもともとないんですけども、まあ、じわじわ少しだけ少しずつは浸透していきます。少しずつじゃないとね、その例えば雨にかかったらね、雨水が浸透してしまいますよね。風呂のシャワーとかね、浴槽に入るとね、えらいことですよね。浸透がね、激しかったらね。そんなことを考えてね、その肌が潤う入浴剤とか使ってもね、全部体の中に浸透してしまうことはなく、いい感じに潤ってくれる感じがするんですよ。まあ、当たり前の話なんですけどね、これはね。まあ、なので、どんな商品を使ってもね、実際にはね、浸透して少しずつええ感じに効果が見られるんです。でも、その少しの効果が実感できればね、その商品はあなたのお肌に適しているということなので、まあ、たくさん試してね、あなたのお肌に合ったものをね、探してください。しかしね、紫外線は違います。紫外線の影響で起こるね、光老化という現象はですね、たとえ日焼け止めクリームでね、紫外線をカバーできたとしてもね、多少はね、起こります。そのね、吸収型のね、日焼け止めクリームを使っていたとしてですね、その紫外線が日焼け止めクリームに吸収されて、別のエネルギーに変化して放出するんですよ。でもその放出するときによってね、吸収されてる時間のタイムラグがあるんですね。でそんなタイムラグの微々たる時間の中でも紫外線がとどまっている状態が続くと、そこにとどまっている紫外線が皮膚の表面のメラニン色素をね、破壊してお肌の機能をね、台無しにしてしまいます。そしてどん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 紫外線のパワーがね、深く入っていってね、シミになりやすくなります。怖いですね。なので僕は紫外線をとどめてしまう吸収型じゃなくて、サクラン型をおすすめします。でもね、吸収型の日焼け止めクリームの方がね、サラサラしたタイプが多いんでね、使いやすさを感じるんですよね。まあそれはね、個人差がありますので、ね、まあそれぞれでね、確認してください。さて今日の本題に入りますけどもね、食べ物で紫外線対策ができるという素晴らしいお話なんですけどもね、それは一体何やと思います？どんな食べ物だと思います？それはね、ポリフェノールなんですよ。
ポリフェノール、聞いたことありますよね。ポリフェノールがね、紫外線による日焼けにね、効果があると言われてます。最初にお話ししてますけども、その日焼け止めってね、やけどなんです。で、日焼けしすぎたらね、水ぶくれになってね、皮がめくれてね、ひどい状態になったらね、ただれるんですよ。極端な日焼けではね、その体は衰弱してね、入院をしようとする場合もあります。焼けるってことはね、熱によってですね、その酸素を奪われてね、水分を保持できなくなってしまいます。要するにね、日焼けって酸化なんですよ。そこで抗酸化作用が強いね、ポリフェノールがですね、今注目を浴びてます。ポリフェノールっていうのはですね、ほとんどの植物に存在する苦味とか色素の成分でですね、自然界にね、5000種類以上あると言われてます。で、ポリフェノールはね、抗酸化作用が強くてですね、活性酸素などのね、有害物質をね、無害な物質に変える作用があってですね、動脈硬化などね、生活習慣病の予防に役立ちます。で、ポリフェノールはね、抗酸化作用のあるビタミン C やね、ビタミン E と同様にですね、強い抗酸化作用があります。またポリフェノールのね、種類によってね、独自の機能があります。水に溶けやすい性質があるので、比較的短時間でまあ作用はしますけども、長期間効果は持続しないので、毎日ね、こまめにね、摂取することをね、おすすめしますね。動画始まって今の何分かで、抗酸化作用って何か言ってんって感じなんですけども、そのやっぱ抗酸化作用ってそれ大事なんですよ。で、そんなポリフェノールのね、種類なんですけどもね、ポリフェノールはね、化学構造の違いによってね、いろいろな種類があって、人への健康効果も様々です。まあ、代表的なポリフェノールはね、以下のようなものがありますけどもね、まあそんなね、代表的なポリフェノールの7種類と、効果と作用をご紹介していきます。まずはね、アントシアニンというのがありましてですね、これはね、視力回復効果期待とね、掲げられています。で、網膜に存在するね、ロドプシンというね、タンパク質はですね、アントシアニンによってですね、再構成がね、促進されてですね、目の機能のね、改善がね、期待できます。次はカテキンですね。カテキンはね、効果がたくさんあるので、ね、最後だけお話ししますね。カテキンはですね、抗酸化作用、抗ウイルス作用、抗がん作用、コレステロールを下げる作用、血糖の上昇を抑える作用、殺菌作用、抗菌作用、虫歯予防、口臭予防、肥満予防、9つもありますね。で、次はね、カカオポリフェノール。カカオポリフェノールはね、血圧をね、低下させてくれます。カカオポリフェノールを含むチョコレートにはね、血管を、ね、広げる作用があります。で、血管にね、炎症があるとね、血管がね、狭くなってしまってですね、血管の流れが悪くなってしまうんですけども、カカオポリフェノールを摂取することによってね、血管の炎症がね、軽くなってね、血管が広がりやすくなります。動脈硬化予防。カカオポリフェノールにはですね、 LDL コレステロールの酸化をね、抑える働きがあります。さらに血管のしなやかさが増します。で、ポリフェノールの量の増加にね、伴ってですね、 HDL コレステロールの増加もするためにですね、動脈硬化の予防に働きます。で、美肌効果ですね。シミやそばかすなどのね、原因はね、やっぱ紫外線によるね、活性酸素です。で、カカオポリフェノールはね、抗酸化作用があるのでね、また出てきましたね、抗酸化作用ね。今、活性酸素を除去して肌のダメージを保護します。アレルギーの改善。カカオポリフェノールにはね、アレルゲンに対してね、抗体が作られるのをね、防いでくれてですね、肥満細胞からね、ヒスタミンがね、放出されるのを防ぎ、アレルギーの発症を防ぎます。また、抗酸球の働きを抑えるのでね、アレルギー症状をね、防ぐためにいろいろ働きます。すごいですね、カカオポリフェノール。続きましてね、ルチンです。で、毛細血管の強化作用。ルチンにはですね、毛細血管の強化作用があります。まあ、蕎麦などに含まれるルチンにはですね、その毛細血管を強くする働きがあってですね、血流も良くなって脳卒中の予防にも役立ちます。まあね、蕎麦アレルギーのじゃね、ちょっと、ね、食べれないんですけどね、そういう方はね、ちょっとね、ご了承ください。で、続きはね、フェルラ酸です。で、フェルラ酸はね、美容作用がありますね。フェルラ酸の構造がね、アミノ酸の一種であるチロシンに似ています。メラニンの生成抑制はね、チロシンの血行作用なのでね、フェルラ酸もね、同様に考えられます。メラニンを抑制できることでね、シワやね、シミ予防がね、できてね、美白がね、期待できます。で、次はね、コーヒーポリフェノールですね。これクロロゲン酸と言いますけどもね、脂肪の消費です。コーヒーポリフェノールをね、摂取することでね、脂肪のね、消費量がね、アップすることでね、内臓脂肪がね、低減します。コーヒーポリフェノールでね、内臓脂肪がね、低減するんですよ。いいですよね。続きまして、クルクミンです。肝臓を保護する作用があります。クルクミンは腸で還元されて、強力な抗酸化作用を持つクルクミンに変換されます。肝機能の状態を表すね、 AST やね、 ALT のね、増加がね、抑えられるなど、アルコールによる肝障害が抑制されます。
クルクミンっていいですね。お酒飲む人なんかね、クルクミンがいいですよね。まあ、このようにですね、たくさんポリフェノールの作用がね、人間の体をね、素敵な方向にね、導いてくれます。そしてそんなポリフェノールが多く含まれる食品なんですけどもね、アントシアニンはですね、赤ワイン、ブルーベリー、ナス、カシス、ブドウ、赤シソ、紫キャベツっていうのがね、あります。で、カテキンはもうね、有名な緑茶、紅茶、まあ、緑茶カテキンっていうこともね、あります、あるじゃないですか。で、カカオポリフェノールっていうのはココアとチョコレート。で、ルチンはそば、柑橘類、玉ねぎ。で、フェルラ酸は玄米。で、クルクミンはターメリック。ターメリックっていうのはね、ウコンのことですね。で、コーヒーポリフェノールっていうのはもうその名の通りコーヒーです。で、そしてね、そんな中でも最強と言われるのがね、なんとね、カカオポリフェノールのチョコレートなんですよ。ね、チョコレートはね、スーパーやコンビニね、手軽に手に入りますよね。あ、ちなみにね、ダークチョコレートですよ。ダークチョコレートね。普通のチョコレートやったらね、そのお砂糖がたくさん入ってるのはね、ポリフェノールが入ってるからって、バリ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 食べてるとね、もうちょっと別の問題を抱えてしまいますんで、ダークチョコレートを食べてください。まあ、できればね、カカオ 85% 以上のものがね、おすすめです。まあ、苦くてね、食べにくいと思いますけどもね、まあ、好みは人それぞれなんでね、まだ食べたことない人っていうのはね、まあ、これを機にね、ぜひね、挑戦してみてください。でもこれもね、食べ過ぎると良くないですよ、本当にね。チョコレートはね、GI 値がね、低いと言われてますけどもね、ピーナッツの3倍、大豆の 3.5 倍はありますからね、食べ過ぎるとね、血糖値が上がってしまってね、インスリンの分泌がバグってしまってね、糖尿病になりますのでね、注意してください。ちなみに、イソフラボンもポリフェノールの一種です。抗酸化作用がありますよ。イソフラボン言うたらね、大豆の中からイソフラボンっていう風にね、藤原の原西さんのギャグにもありますけどね、ほんまにイソフラボンがね、ポリフェノールの一種なんでね、まあ、女性の方なんか特にね、取った方がいいっていう風にね、されてますよね。そしてね、そのポリフェノールが多く含まれている、まあ、それぞれのね、果物とかね、野菜のね、箇所なんですけどもね、果物と野菜の、それぞれの皮と皮に近い部分にポリフェノールが豊富なんです。だからそれぞれのね、具材の食材の、まあ、中心よりも外側に近い方がポリフェノールが豊富なんです。まあね、僕みたいにね、骨髄移植をしてね、食事制限があるとね、無理なんですけどもね、まあ、皆さんは健康なので、できれば果物とか野菜はね、丸ごと食べていただきたいですね。綺麗にね、水で流水でね、洗ってね、そのままね、カッてこうかじったりとかするとね、なんかこう、かっこいいじゃないですか。でもそれって完全にね、ポリフェノール側から食べてるんでね、完全にポリフェノール摂取できるんでね、僕はいいと思いますよ。僕はできませんけどね。で、まあそんな感じでね、できたらね、ポリフェノールをね、しっかりね、取ってもらって、先ほどね、チョコレートが最強やって言ったんですけどもね、まあそれまでにこうお伝えした食材もね、いろいろあると思うんで、まあそんなもね、手軽に本当にスーパーでね、買えるんで、コンビニでも買えると思いますんで、しっかりね、意識して、ポリフェノールを取ろうっていう風な感じで取ってもらったら、より吸収率がね、良くなりますんでね、ぜひ皆さん、紫外線対策をしてね、素敵なね、世界にしていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。